こんにちは、ピカチュウ永井です。今日はつれづれ草の無常観についてお話をしようと思います。よろしくお願いします。さて、つれづれ草といえば無常観なのですが、この無常観というものが一体何なのかよくわからない人が多いので、簡単な説明をしてみようと思います。例えば家の月々宿というお話があるんですが、その中にこんな一言があります。仮の宿とは思えど、これは家、住む家のことを指して言ってるんですが、普通家といえば一生もので、ずっと住み続けるようなもの、仮の宿なんて言い方はまずしないんですが、兼好法師はそう呼んでいます。これはなぜかというと、兼好法師の中には仏教の三世という考え方があり、三世というのは前世、現世、来世といって、人生を何度も何度も人間は繰り返していくんだという考え方があります。前の人生、そして今の人生、次の人生みたいなものをずっと繰り返していく。だから今の人生で住んでいる場所なんてのは、所詮このいくつかある人生の中でも一時の仮の宿にしか過ぎないんですよ。だから時の間の煙ともなりなん、火事とか起こればすぐにこう煙になって消えちゃうような儚いものなんだというふうに、家を儚いものとして捉えています。無常観、常なるものはない、永遠に続くものはないとか、同じ日は二度と来ないとか、目の前にある例えばお茶碗とかは昨日と今日で何も変わらないように見えるけど、常に変化し続けて少しずつ少しずつ変わっているものだ、全く同じものなんてものは絶対にない、そういう考えが兼好法師の根底に流れているようです。第7弾に、世は定めなきこそ忌みじけれという言葉があります。この世の中は無常であるからこそ素晴らしいのだと兼好法師は言っています。この無常観、無常観というものを味わいながら、一度つれづれ草を読んでみてください。以上です。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して